わー、え、すごい。あ、もうちょっとだ。おいしい。おいしいね、本当に。遊びに来たよ、夢の少年探偵団。共演しちゃいました。はい、おはようございます。私たちは今、はい、鳥取県の岩美町にいます。はい、今日の目的地は富士山。はい、今日は鳥取といえば、はい、鳥取砂丘と砂の美術館と、うん、あと鳥取のお寿司といえば、はい、鳥取北海道らしいので北海道に行こうと思います。はい、北海道っていう寿司屋さんで、うん、それと、うん、コナンの作者の出身地らしくて知らなかったんですけど、うん、俺も知らなかった。青山先生のふるさと感っていうのがあるみたいで、はい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 、コナンファンとしてはね、これは行かないといけないってことで、俺たちはね、うん、常にコナンの映画を見てきたからね。いやー、それにしてもね、うん、来たんだね、本当に鳥取に。ね、やっぱ群馬に住んでるとね、うん、鳥取は行くことはね、なかなか、そう、決心してるじゃないから、まあ、当然人生初っす。富士山は？私も初。おっ、珍しい。じゃあ、二人とも初めてってことで、砂丘で、何すんだろうね。わかんない、うん。見ていきたいと思います、とりあえず。はい、行ってみたら何かできるでしょう。うん、あと、ここのね、うん、あのアドレスの家、うん、民宿？そう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 。なんだけど、すごい。めっちゃおしゃれ。おしゃれだよね。うん、なんかレコードが置いてあったりとかね、うん、てか部屋になんかあテレビとか冷蔵庫があるんですよ。これはなんかすごいこと。快適です。初めて。そう、ここで家ができちゃったの、うん、これすごいね、うん、なんか民宿をやられてるんだけど、うん、古い古民家、そう、古い古民家をのやつをなんか磨いたりして、うん、新しく作り変えた、うん、古い新しい家っていうコンセプトでやってて、うん、めちゃくちゃ綺麗でおしゃれ、うん、おしゃれだよね、うん、で、ご夫婦お二人でやられてるんだけど、うん、すごい優しくてね、うん、すごい良い拠点です、はい、という幸せなところから、はい、今日はスタートしていきます。はい、でまず砂丘かな。まずは砂丘かな。まずは砂丘に行きましょう。おしゃれね、すごいよね。うん、行きましょう。行きますか。寿司好きなんだよね俺。久しぶりだね。うん、鳥取に来て北海道に入ると思わなかったね。鳥取はさ、うん、カレーの消費量日本一なんだって調べたら。え、だからカレー屋さんに行こうかなと思ったんだけど、うん、北海道って聞いたら行きたくなっちゃってヤモリさんが教えてくれたんだよね。そうそう、あの拠点のオーナーさん、うん、平日から大人気だね。ね、すごい。金曜日の11時半開店で10分前に来て、うん、すごい大人気。でも13番で入れたね。入れた入れた。よかった。ね。何にしようかな。俺はね、サーモンとアジが楽しめる。あ、アジいいね。じゃあ何個か注文していきましょう。OK。新しい。バジル。ランチサービス、平日は。いいね。いただきます。こいつはね。絶品。ほら、やっぱ美味しい？うん。なんかね、これ、うん、おかわりもできる。最高じゃん。美味しい。これめっちゃ嬉しいね。うん、サービス嬉しい。ありがとう。じゃあ、いただきます。うん、うん、美味しい。めっちゃ美味しい。見て見て、大きいネタ。うん、分厚いよね。うん、いただきます。どう、マグロ。美味しい。うん、うん、これはね、うん、やっぱ違う。違う、うん、今までの100円とは。炙りトロサーモン、わさび、すごいね。美味しそうだね。
やばい。やばい。プリプリ。うまっ。うわ、後味も。炙りっていいよね。美味しそう。じゃあ私に。味に深みが増す。目でかアメリカのサーモン、おいしい。おいしいね、本当にね。全然違うね、やっぱ幸せ。来てよかったわ、鳥取。北海道もう先に食べてもいいかもしれない。北海道だから、ここそうか。鳥取じゃないか。はい、味が来ました。ありがとうございます。ネギトロ、僕、ネギトロ大好きなんで。アジ、あ、すいません、アジも大好きです。うん、もう天然ハマチ。天然ハマチ。満作。満作。食べたことない。初めてだね。うん。なんだろう。うん。美味しい。え、美味しいの。ハマチと同じぐらい。マジで。ハマチと同じぐらい美味しい。あれ？いや、もう大満足。ね。美味しかったね。最高や。炙りトロサーモンが一番美味しかった。あー、どうだろう俺。全部美味しかったんだよな。美味しかったよ、もちろん。ネギトロかな。海苔か。海苔美味しい。ね、もう最高でした。はい。じゃあその思いを秘めて、砂丘に行きましょう。砂丘に行きましょう。なんか展望台からリフトも通ってんだよね。俺らはリフトを経由しないで直接行こうかなって。鳥取砂丘、いよいよ。ビジターセンターのとこに来ました。はい。なんか夏だね。ね。半袖で来ちゃったよ。日陰はなさそうだからね。うん。え、相当暑いよ。夏すぎない？裸足で半袖で。ね。そうそう、これ裸足でも行けるから。ああ。砂どうせ入るだろうからね。あ、このね、トラピックフィール。トラピックフィールね。ああ。ちょうどいいわ、本当。うん。来るよ。来る？来るよ。わあ。え、すごい。わあ。すごい。すごい。見える？見える。ふかふか。本当だ。足ふかふか。うわ。いや、これはテンション上がるわ。あ、もう早速口に砂が入りそう。すごい。なんか日本じゃないみたいだね。マジで。あれすごいね。ね、すごい角度。なんか浅い方から登るたり、うんうん、急な方でも登れたりするんだって。登れるのあれ。どっちかで行く？じゃあ私は浅い方からで、翔くんは急な方担当で行こう。一緒に行こうよ。夫婦の絆。すごい。あ、あれがオアシス？あの、水溜り。うん。オアシスだよ、砂漠の。広い。すごい、本当に砂丘。すごい、ここの砂だけ硬くて歩きやすい。あれみたい、石川県のさ、うん、千里浜渚ドライブウェイ。おー、よく言えたね。あの、車で走れる砂浜ね。そうそうそう、世界で唯一。で、この何、急斜面から行くの？もちろん。え、みんなあっち、あの、なだらかな方から行ってるよ。そうね、やっぱ夫婦のね、絆を深めるのは、うん、支援が必要かなって。すごい角度じゃない？ね。え、でも45度ぐらいじゃない？ 90 度に見える。遠くから見たら90度だったよね。うん。なわけないのにね。行ってみよう。うわ、これそり立つ壁や。これもうなんかやばい気がする。じゃあ競争ね。え、やだ。行くよ、用意スタート。うわやば。ふうさん、はあ、あ、すごい。はあ、はあ、
想像以上に疲れるね。あ、でも絶景。頑張れ、ふいさん。もうちょっとだ。ちょっと待って。最後欲をかいて浮かそうとするから。はい、勝ち。ああ、絆深まったね。絆深まったね。見て、こっち側。ルミア。超綺麗。こっち日本じゃないみたいだよね。こっちは。やばい。うん？わ、すごい。気をつけて。水平線かな。なんか丸く見えるね。あ、本当だ。綺麗。めっちゃ綺麗。え、本当に綺麗。日本じゃないみたい。エジプトね、感じるよ。行ったことないけど。砂丘だけでさ、どうやって観光名所になるのかって思ったけどさ、観光名所やわ。歩くだけで楽しいもんね。来てよかった。本当に。はい。ねえ、砂が買った。何やってんの？せっかくなら裸足で歩いてみようかな。あー、おしゃれとか、おしゃれじゃないな。なんか。気持ちいい。うん。なんかね、違うんすよ、冬さん。なんかさ、海岸をさ、歩くさ、おしゃれビーチ女の人はさ、両手で一足ずつ持つわけよ。ちょちょちょ。手裏、手裏。裏返し、裏返し、手裏返し。あ、そうそうそう。で、指の先で持つ感じ、指の先で。あ、そうそうそう、指の先でね。で、その重心が、重心おぼろげに歩かないわけよ。ずいぶん慎重に歩いてるね。あ、富士山、ダメだな。音声なしで使おう。どう？果たし。本当？ちょっとひんやりしてる。へぇー。夏は90度とかにもなるらしいよ。ね。90度？うん。夏はね。へぇー。果たし気持ちよくない？あ、本当だ。私で行くべきだね、鳥取砂丘は。うん、夏以外、夏は90度だからね。夏は90度だし。あ、本当に気持ちいいわ。ねえ、ほんとふわふわ。うん。靴下の毛がやばい。ツートンカラー。ビーチフラッグをしましょう。勝ちます。ハンデは何メーターですか？疲れたから100メーターとか無理だから50も無理なんで20メートルぐらいで、ハンデは1メートル。ハンデ10メートルでいきましょう。で、この GoPro を撮った方が勝ちね。はい。OK。頑張ります。はい。OK。絶対無理だよ。立ったので、翔くんがあの荷物を取ってきて。あダッシュダッシュはい、お疲れ様でした。ちょっとね、ハンデが多いやー、勝った。嬉しい？うん、嬉しい。じゃあ、砂の美術館行くか。うん、楽しかったね、鳥取砂丘。あー、これは最初やわ。ただ、歩いて走っただけだけど。あー、楽しい。あの絶壁がね。うん。あの絶壁が。ね、汚いよ。すごい良かったね。うん。砂丘から車で2分ぐらいの砂の美術館に来ました。すごいテレビ番組みたい。ここは一体どんな見どころが？砂像です。砂像。これが砂像だと思います。すごいね。どうなってんのこれ。乾かしてんだろうね。徐々に作って水で固めてみたいな。じゃあ行くか。行きましょう。多分ね、撮影できないかも。多分撮影禁止。一応聞いてみるけど、まあ、ちょっと楽しんできます。はい、行ってきます。
はい、砂の美術館行ってきました。よかった、めっちゃいい。ね、すごかった、感動した。かなり評価高いよ。うんうん。なんかね、展示スペース自体はそんなに大きくないんだけど。うん、一部屋。でっかい一部屋。そう、一部屋。あれ？と思ったんだけど、うん、もうね、一個一個がめっちゃ濃い。すごい細かいし濃い。なんかいつも世界の旅行っていうテーマでやってて、うんうん、今回はエジプト編だったんだけど、14回目の。やつだったんだけど、今まではアメリカ編とか、うん、アジア編とか、アジア編とか北欧の神編とかいろいろテーマがあってね。そうなんで世界旅行できるんですよ、ここに来れば皆さん。で今回俺らエジプトで、うん、なんかねぴったりだったよね、この砂像の雰囲気と。そうマジで一番良かったんじゃない、うん、ツタンカーメンとか、あったあった、あとバザールの様子とか、人々のもう布までね、布の質感までさ、砂で表現しててさ、そう表情とかもすごくすっごい分かったよね。あ、めっちゃ良かった。残念ながら YouTube 投稿はね、うん、ちょっと禁止だったから、うん、それは残念だけど、めっちゃいい。来た際はぜひ、絶対絶対行った方がいいね、先に来たら。こんな感じでポストカードもゲットしました。じゃあ満足でした、はい、満足でした。とりあえずじゃあこれで、うん、今日は終わりです。はい、鳥を、はいはい、全部かわかんないけど無料って聞いたよね。ね、すっごい助かる、めっちゃ便利じゃない。めっちゃいいよね。自分の県にも欲しかった。群馬無料区間なくない？あんまり高速で無料ってあんまり聞いたことない。そう、めっちゃありがたいな。かな、めっちゃ混んでるね、日曜日ね。そっか、今日日曜日だから。でもにしても混みすぎ。うん。みんなコナンファンか。お、開いてた。青山交渉ふるさと館。いるコサンいるよ。ねね。スピッツもいる。本当だ。博士の車。あ、やばい。ふいさんが大興奮です。アガサ。距離近くない、ハンドルとの距離。お腹がね。あとね、博士めっちゃ笑ってる。本当だ。めっちゃ笑顔。いや、狭すぎでしょ。博士、やっぱ。うん。危ない。愛ちゃんが言う通りね、ダイエットしないとだね。ずっとはさいでるふいさん。少年探偵団。6人目。あれ？愛ちゃんも？愛ちゃん奥にいる。お、愛ちゃんだ。え、待って。ゲンタいる。一人目のゲンタゲット。チョコなん怖いな。あ、ずっと富士さんそれやってたんで。ちょっと待って、今ゲンタ映った。恥ずかしいから早くして。ちょっとゲンタ映すか、待って、はい、おー、思ったより小さいな、なんか。少年探偵団、夢の少年探偵団共演しちゃいました。じゃあ行くか。はい、楽しんできました。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。いやー、楽しいよ。いや、やっぱこのファンとしては嬉しいね。本当に。青山剛昌先生さ、いや正直、そんな上手じゃないと思ったけど、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。原画とか、もうネームも下書きもペン入りも全部いたんだけど、めっちゃあってさ、超感動したよね。ね、うわー、こんな感じなんだって。めちゃなってなったよね。めっちゃだった。ね、うまい、本当に。あと、めっちゃキュンキュンしたね。あの、なんとかツインクだったね。これ入場券？はい、かわいいっしょ。入場券もかわいいし、なんか今スタンプラリー、クイズラリーか、そうやってるから、これをちょっと今ここだけど、商店街とかいろいろのステッカーもらえる。ちょっとコナン駅に行っていこうと思います。はい、コナン通りマップ。ここに3人目のゲンタ。ゲンタかわいいな。かわいい。かわいいね。いや、本当にね、絵がうまい、青山先生。ね、モニュメントとかマンホールがずーっとあるんだ。うわ、楽しいね、これ。あー、楽しい。この駅って本当に、由来駅が通称みたいな感じなんかな、わかんないけど。かもしれない。会える道。
そういえばさ、高木刑事と玄太の声が、うん、声優一緒だって最近したね。びっくりした。びっくりしたよ、本当に。信じらんないよね声優さん上手すぎ。ピッサポワロ、やばい、やばい、これファン嬉しいでしょ。刑事だね。あ、コナン君遊びに来たよ。お、はい、は、刑事兄ちゃん今留守にしてるよ。コナン君いるさ、通じないよ。なんだよ、普通な留守にしてなかったよ。かっけえ。あ、新一、お客さんだよ。なん姉ちゃん、こんにちは冬姉ちゃんすごいね、すごいね、楽しい。謎が解けてきました。謎が解けてきました。CG 待ち方かっこよくない、これ。おお、高校生探偵だって。かっこいいな。結構背高い。どういうことこれ一番上から測ってみ、え、ま、負けた元太だ。優しいガキ大将いたね、元太。元太かわいいね。そばかす少年なんて、はい、あゆみちゃんかわいい。はい、マンホール発見。おお、コナンマンホール。コナン駅到着。すごいね、すごい、一面コナンや。あれは真実はいつも一つやってる冬さん。面白いね、冬さんは。あ、恥ずかしかった。恥ずかしいよ。じゃあ行きますか、この駅。いやー、謎を解けましたね。謎を全て解けました。今度は、眠りの心でやってたの。どう？シールもらったよ。そう、謎が解けたから。ステッカー。ステッカー。スタンプも。うん、かわいいね。かわいい。この観光案内所もさ、アムロさんとか。すごいね、本当にコナンを盛り上げるために街ぐるみでやってますね。いい街だった、うん、コナン、コナンに会える街らしいよ、うん、会えたね。本当に楽しかった。じゃあ鳥取は以上になります。次は広島ちょっとだけ。広島ちょっとだけ。じゃあ行ってみたいと思います。やっと。じゃあ、それでは。バイバイ。いやありがとう、ふいさん。いやありがとう、ふいさん。ありがとう、ふいさん。なんかいい。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しそう。本当にありがたいわ。冷めてる。うん、冷めてる。冷めてる。美味しいね。うん。どうだった、鳥取は。楽しかった。うん。ね。うん。別世界だったね、鳥取。本当にね、マジで行く価値ある、うん。もう見ただけで感動しちゃったもんね。うん。あとね、北海道。鳥取来たら北海道行く。お寿司屋さんね、うん。うん。美味しかったね。美味しかった。じゃあ、今日という日に。それじゃあ、バイバイ。